明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これちょっとあの新年の一応挨拶を兼ねて兼ねて、はい、まあね、会社の経費を使ってね、そう勝手にね、まあ、あの新年早々飲みに来てみましたっていうねそういう動画ちなみにあの社長はまだ知らないんですけど、新年年明けして仕事始めで、多分この動画上がったタイミングで社長が気づくタイミングです ね、 そうですね、動画で乾杯させていただきます。とりあえず飲みたくて、はい、飲みたいです。お疲れ様です。乾杯。でも今からはね、もう普通のあのそう飲みのダラダラとした動画で。みっちゃん去年どうでした？まあ、去年でもいろんなことやったんじゃないっす。そうですね、 YouTube やって全然ちゃうっすね。関係性が変わったっすね、ほんと。そうっすか。そうそうそう、もともと今でも距離置いてるっすから。もともとめちゃくちゃ仲悪かったんですよ。仲悪くないよ、別に。なんか勝手に話掴んでいくなんかお互い様でしょ、それお互い様でしょ。仲悪くなかったけど、でも接点がなかったっすよね、うん、僕らって。もう塗装となんか足場、そうっすね、シール、なんかすごいなんか自社で仲良く見られとるように見えるんですけど、前なんかちょっとバチバチでしたもんね。やっぱそうですね、個々の数字目標があるもんでとか言ってライバルみたいな。で、応援行く時の連絡だけ、うん、僕らの、ね、あの塗装班のメンバーの子が手空きそうだったら、うん、あの応援行っていいっすかとか。で、無理だよっつってね。ないない。足場いらないっすよ。足場から塗装に来ることはないですもんね。ないっすね。でなんかこう止まりながらこうやって手先の細かい作業をするっていうのは向いてないですよ、どっちかって。足場ほんと偉い。そう、でも慣れたら偉くなくなるんですか、やっぱ。塗装もそうなんですけど、出発って何やっても偉いじゃないですか。偉い偉い。やっぱ慣れたらもうある程度の疲労しかいかないですね。まあそうなってくるんですよね。やっぱりそのまあガチガチの時とか、うんうん、まあね、何件もあるだろう、2件じゃなくて、まあ、2件以上回ってる、ほんとガチガチに時間に追われたりとか、うんうんうん、うん、しとるとやっぱもうすごい体力使うんですけど、でもひたすらもうバテバテになる時あるで、うん、もう休憩、じゃあ10時に休憩、まあそれぐらいで休憩しようって言った時バターン止まる時もあるからね。足がプルプル経験し、痙攣したり、痙攣じゃないけどなんかプルプルなるじゃないですか、走り、なるなるなる、走りすぎた後なるなる、あんな感じになるさ。なるほどね。足もマジガチだったら。でも毎日じゃないですもんね、塗装もそうですけど、工期が長いじゃないですか、塗装は。足場に比べて足場の職人って1日でかけばらとか言うじゃないですか、まあ、今週忙しいなみたいなのがあるんですね、塗装は。ああ、じゃあその日っていうのはあんまりない。そう、今週のこの、うん、こんだけが忙しいだけで来週は落ち着くよねみたいな。飲みません、真面目な話。ん、真面目な話飲みません。つまらんね、真面目な話。めちゃくちゃつまらんと思った。やめよう、やめよう、あなたの話。それは違う、それ違うよね。去年、うん、ほんと変わったっすよね。まあ、YouTube やってこうやってなんか一緒に飲みに行くようになったりとかして。そうっすね、またね、あのミッチーはもうとにかく飲みに行こうよね。そうそう、飲みに行くのが大きいもんで、ね、家で自炊しんすもんね。しんすしんすですよね。それがあってもってなんか、うん、固まってきたんから、うんうん、僕はもう、うんうん、足場塗装しえるっていうの、うん、あ、そうね、生とハイボールで、はい、まあそうっすね、それあるっすね、うん、なんで YouTube って結局はなんかいろんなとこを仲良くしとるっすよね、うんうん、で僕ちょっと前に、まあ 先輩から、まあ、先輩からまあ連絡来て動画見たよってあれで、うんうんうん、でもそっから飲みに行くようになったこともあるし、うんうん、その先輩と でそっからまた仲良くなったりとかして、周りも変わって見てくるんですもんね。で仕事付き合いもうそっから出てくるようになったりとか、うんうん、その新卒の採用、新卒じゃないわ、あの中途採用もそうですよね。足場班の子が入ってくるとかそう思う。なんでめちゃくちゃでかいっすよ、本当に。ちなみにあの嬉しい時であれないですか、道歩いとって、はい、いつも見てますよとか言われると。あ、別に何でも思わせ。絶対嘘じゃないですか、絶対嘘じゃないですか。その顔、ちょっと顔抜いてこれ。何とも思わ、何とも思わ、何とも思わ、何とも思わ。めちゃくちゃ喜んどるですからね。あの、ただこのミッチーを見たって目撃談がね、コメントよく入ってくるんだけど、それやめようか。それはね、あのやめよう、本当に。あのその場で声を多分ね、かけてもらえたら。そう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 、で、目撃談誰か見とるかからん。そうそうそう、来年の目標なの。もう来年ってもう、ね、YouTube で抜けとるもんね、塗装。そうっすね。その来年の目標なんだろう。登録者10万人っす。ん、登録者10万人っす。10万人。はい、今4万人でしょ。はい。え、うせやん、同じペース、社長と同じペースってことやん。10万人ってか、10万人で少ないんだよ、来年で。まあ、数字も確かに大事ですけどね。ただもう認知度がなんていうんです、登録者数ってわけじゃないじゃないですか。まあまあまあ、ただもう どこの誰に聞いても、もうでも 100% 登録者数はまあ認知度はあるでしょ。そう、それはでもただ言ったら4万人しか、はい、
認知してないじゃないですか。はい、ちょっと説明が下手ですけど、まあ下手だよね。まあしょうがない、それは。10万人かつ、まあそれ以外で、うん、まあ、コラボとかしていきたいですね。コラボ、コラボ。なるとミッチーと、ミッチーのコラボはもういいわ。もういいわ。誰がいいですか、逆に誰とコラボしたいですか。僕女子がいいんで、若いキャピキャピしたことコラボしたいな。別に対象面白くないけど。YouTuber ってそのなんおるじゃないですか、大御所みたいな人。なんか職人体験したいなって人とかおったらいいですよね、 YouTuber で。したくないでしょう。いや、したくないと思うよ。だから金を持っとるし、だってそれなりのチームあるし、なんでわざわざそこまで偉い思いしてさ、いやいやいや、金をもらえないしさ、好感度っていうのがあるじゃないですか、やっぱ求めんで好感度なんて。俺も金持ちだったら好感度求めんもん。逆になんかあの足場の職人さんで全然違う会社とかで勝負とかどうですか。いいじゃん、全然。まあ、来年は10万人と、まあ寺西君は10万人と、まあ、コラボ、まあ、コラボ、うん、ちょみんなで聞きましたね、ちゃんと。10万人じゃ少ない、うん、15万人でしょ。15万人とコラボ、15万人、15万人も15万人ね、うんうん、お前ら収益つけとれやみたいなコメントたまにあるんですけど、うん、違うそれ、そのお金、まあそう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 、お金じゃないけど、ね、お金をね、やっぱり成り立ってはないからね、別にそのお金でね、結局は。そうそうそう、うん、まだまだ、ただでももっと面白いもの作ろうって思ってその収益を作ってるだけですもんね、うん、結局、うん、こんなアンチコメントあったとかあります？へえ、アンチコメント僕ないな。あるよ。俺知ってるよ。俺 めちゃくちゃ知っとるからね。じゃ僕もめちゃくちゃあるんですよ。シールの YouTube 撮りに行ったんですよ、うん、それ見せたいじゃないですか、シールの動画見たい見たいって言うことで見せたいと思って僕撮りに行ったんですよ、うん、なんで寺にしてとんやみたいな。なんだこいつも、みんなやと思って。でもそれアンチじゃないじゃん、普通に寺西君に教えてあげてるんですよ、そいつは。あ、うん、寺西君出たらつまらないよって。あ、そういうこと。出ない方が面白いよって。面白いよ。やばいやばい、それやばいでしょ。それやばいでしょ。じゃあ僕そんな出しゃばってないからね、それ本当に。本当にねえ、ねえ、うん、まあでもアンチコメントないな、僕は。あるある、口臭そうな味が。しかも2回入っとった、口臭そうで2回入っとった。それさ、出れ痛い、なんかでも臭くない、本当に。全然臭くない。いや、ほんと臭くないよ。おならぐらい、マジで、マジでおならぐらい。それなんか俺嫌だな、なんか口臭そうって言われたら。いや、ショック。ガテン系でちょっとガサツに見られるんですよ。デレショックなんだよ。ガテン系でガサツに見られがちですけど、うん、めちゃ細かいじゃないですか。うん、何ですよ、口臭そうで。決定的じゃないですか。じゃあ僕からしたら、それと口臭そうって言うじゃん。匂いも嗅いだこともないしさ、うん、何の根拠があってなこと言ったんだっす。うん、見た目じゃないんですよ。でもマジムカつくよね、そうやったらね。まあ別にそれに対して別にどうこうないけどさ、結局面と向かって言えんで、そういうところに残すわけでしょ。そうそうそう、やめやめよ。いいコメントの方が多いですね、本当に。まあ多いですね、うん。まあ別にアンチコメントしてもらっても構わん、ほんとに削除するだけだよ、こっちで。ミッチーの抱負は。僕の抱負、まあね、やっぱりまあ僕は、うん、僕は、うん、足場を大きくしたいかな、内部固めてね、うん、まあ来年ベトナムの人も6人ぐらい来るんで。絶対照れてるよね。真面目な話ほんと照れるもんね。やめようか、本当に真面目な話でできんか、うん、カメラが回るとなんかできん。あの動画に見えんだけどね、ミッチのその小ボケっていうか、ファイめっちゃあるじゃないですか。ファイ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 、こういうの、こういうの、こういうの、ファイファイファイ、その動画になった時に、多分あの視聴者さんと僕の目線違うじゃないですか。ファイ視聴者さんからしたらミッチ面白いなみたいな。ファイ思っとるより球数が多いよね。はい、球数が多いよね。まあそれだってね、ヘッドカットする時は球数多くないと。どうやって突っ込みゃいいの本当に。難しい突っ込みが。球は多いよ、数打ち当たる一方だから。数打たなあたん鉄砲だからね、もう逆を言ってるやん。これ伝わらんすもんね、動画じゃ伝わらんのかな。編集って言ったらめちゃくちゃ切るじゃないですか。はい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 、本当にもう3分の1ぐらいになってるんですよ。あ、僕のあれが、そう、僕の助言が、そうそう、助言が3分の1だったよ。で3分の1しか使われてないってこと。そうそう、助言が、いや本当にあの適当。ザ適当、あの高田純次になるタイプですよね、将来。ほんと表裏がないもんね、ほんと。え？表裏がない。裏すごいっすよ、見たことないっすよね。裏ないじゃん。
みっち初恋とかあったんすね。初恋、初恋か、中任の時です。どんな子やったんですか。なんか髪の毛は天然パーマで、眉毛があまりなくて。自分じゃないそれ。自分じゃない。当時の自分じゃないそれ。あ、そう、鏡見て、鏡見て、鏡見て。自分が好き。鏡見て。すいません、すいません。じゃあ視聴者に質問しましょうよ。何の質問？どんなの見たいかとか、まあ何でもいいです。もうちょっと気になるんですよ、本当。現場動画が見たいのか、うん、まあ、ドッキリ系も見たいのか、まあ、ちなみにちょっと細かく教えてくれたらいいですよね。参考程度に。まあ細かい男嫌われるからね。こんなの見たいよ、うん、結構。なんかありますか？それよかったらコメント欄で書いてもらえれば。みちなんか視聴者になんか質問ないですよ。質問すか？うん、なかなかね、聞きたいことっていうか、なんかどうなんかなと思って、足場の動画でね、まあ本当にまあ普段、まあ、まあちょっと解説入れたりとか、バラしたり組んだりした映画、その映像じゃないですか、うん、でもうそれぐらいしかないと思うんですよね、うん、だけど、まあ、またちょっと変わって、なんか、まあ、こういうのが見たいとか、みんなが履いてる靴が見たいとか、うん、ね、まあ、作業着もまあちょいちょい行っとるか、作業着もまあどこのメーカー使っとるんですかとかって書いてあるもんね、コメントにね。腰袋とか来ますね、うん、コメントで。でしょう。だから足場の動画もそうです、塗装の動画もそうですけど、なんか今まで撮っとるんじゃなくて、なんかピンポイントでここ見たいよみたいなやつがあったら教えてほしいですよね、うん、本当。教えてほしい。で、例えば腰道具だったらさ、まあ、腰道具、うん、でいいんだけど、うん、だから腰袋だったらさ、もうその腰袋一つのままでみんなに話していけんでしょう、うん、それ一つの動画にならんもんね、うんうん、なんか例えばもうそのね、まあもう、まあ、動画になるじゃないけど、うん、例えばまあみんなが好きな、ね、作業着のメーカーを紹介してほしいとか言って、うんうん、そしたらどこでもパッと取れるしさ。そうですね、みんなに。あ、そういうの知りたいかな、知りたいとか。あるんだったらコメントください。どういうの興味あるかなと思って、ね、コメントください。コメントください。お願いします。もう僕は酔っ払ってます。そうそう、閉めますか。閉めますか。はい、はい、もう次の店行かないといけないんで。そうですね。はい、じゃあちょっとダラダラしちゃいましたけど、はい、チャンネル登録とですね、はい、いいねお願いします。ザス。はい、ザス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 。じゃあまた見てねー。